今シーズンからスタジアム場外がロートウェルビーイングパークとしてリニューアル、新しいイベントやさまざまな催しを実施。今シーズンコロナ禍後初となる入場制限なしの大型連休ではホームゲーム2試合が開催され、大勢のサポーターがスタジアムに来場。5月4日北海道コンサドーレ札幌戦ではミニ SL 乗車会を開催。楽しかったです。子供が喜んでくれてる、まあ、よかったなと。5月8日ヴィッセル神戸戦、この日はミニ動物園を開催。参加費は100円でウサギやカメなどの小動物との触れ合いや、大人気のアルパカとの撮影が楽しめるイベントとなりました。今回ファンサポーターの皆様に楽しんでいただけるようどのように企画したのか、顧客創造部企画課奥永健二企画課長にお伺いしました。ガンバファミリーランドは春とかゴールデンウィークかけてやってまして、今回特にホームタウンの応援でと日程も重なっていることもあるので、家族だったり初心者、ライト層の方に楽しめるようなイベントということを考えて企画しました。前回の試合ではミニ SL を初めてやりましたし、2019年続いて警察や消防の方にご協力いただいたそういった展示も行いましたし、今回の神戸戦においてはミニ動物園を初めて実施したんですけれども、非常に多くの方来ていただいて、特にお子様連れのファミリーの方たくさん来ていただいたので、非常にうまくできたのかなと思っています。当然スタジアム、皆さんサッカー試合見に来られるので、まずは、90分のピッチのところでしっかりとチームは戦ってもらえると思うんですけども、それ以外のところでもぜひ楽しんでもらえるように、またいろいろと企画をしておりますし、また例年行っているガンバエクスポも行いたいと思います。それ以外にも大きなイベントを今考えておりますので、ぜひ発表までお待ちいただけたらと思います。